皆様こんにちは9月10日の午後いかがお過ごしでしょうか10日日本株マーケットでは平均株価が上昇140.78ポイント上昇しましたしかしその裏側でマーケットとそれを取り巻く国内外情勢をめぐってこれから何かが起きるという警戒感が高まっています一体何が起きるのか何に備えればよいのかイーシア代表原田武夫に聞きます 10日日本株マーケットは上昇しましたこのまま何事もなくマーケットそして世界は推移していくのでしょうか あの一般的に言って9月、10月というのはです、ね、マーケットが最も荒れる時期だということで知られていますでいろんな理由がありますけれども一つは、まあ、あの世界のです、ね、金融マーケットの中で主たる、まあ、プレイヤーであるユダヤ教徒のです、ねまあ、ユダヤ人たちが、えーまあ、この9月はです、ね、祝祭日を迎えてマーケットから一旦抜ける場合が多いということが一つにあるわけですけれども、まあ、それ以外にもです、ね、夏休みのバカンスシーズンが終わっていよいよ、えーまあ、来年に向けてです、ね、新しい取り組みが始まって くるといただ、こと年の場合にはです、ね、特にアメリカの連邦議会の中間選挙は11月の2日にありますのでそれに備えてです、ねえーまあ、あ民主、共和両党が一生懸命いろんなことやっているんですけども特にオバマ政権があ今週1週間です、ね、連続して経済政策追加的な景気対策をです、ね、発表したにもかかわらず全くです、ね、マーケットはあ、まあ、目立った反応を示さなかったというところで大変な危機感がオバマオバマ陣営。 ですね、それから民主党の側に、まあ、知っているというのがあるんだと思います。でそういう中において、まあ、アメリカとしてです、ね、打てる手というのは1つしかなくて、これはもう為替レートを操作してです、ね、輸出を増やす、それによって雇用を増やしてです、ね、まあ、それを得点にするということしかです、ね、現在の民主党陣営、それからオバマ政権にはできないという中において、為替レートをです、ね、一体いつのタイミングで動かし始めるのか、まあ、この為替レートがです、ね、動く、すなわちドル安にするということだと思うんですが、その結果ですね、 まあ円高、それからそもそもどういう方法でそれを行うのかということをめぐって、えー、まあ実にさ、ね、まざまな分析、まあ、観測というのが今、世界を乱れ飛んでいるというのがあります。えー、まあこの点に関しましてです、ね、最新の私どもの考え方は9月の10日、本日です、ねえー、まあリリースいたしましたダウンロード教材週刊払った今日の中でじっくりと述べておりますのでそちらを参考にしていただければと思います多くの方々にとって最大の関心事は為替レートだと思います。 これからどうなると考えるべきでしょうか今もあの申し上げたんですけども、基本的な路線をですねドル安に持っていかないと、ですねえまあこれはオバマ政権としては延命できないということだと思います。ただ、ですね単純にドル安にすればいいかというと、そうでもなくて、ドル安にしてしまうと、今度はですねこのドルをまあ大量に今までまいてきたわけで、量的緩和ということで、ですねでこれをおまあやりくりするために、ですねその裏側では、米国債を大量に発行してきたわけです,す。なわち米国債を担保に ドルを発行するということをアメリカは続けてきたわけですが、まあ、いわば自転車操業で,です、ねまあ、その金利の負担をするにあたっても、えー、次から次にです、ね、米国債を発行しなければならないとところがいたずらにドル安になりすぎてしまうとです、ね、このファイナンスができなくなっちゃうんですね要するにドルが弱くなっているような国の国債を買わないという,ふうになってくるとその金利の負担分すらもです、ね、払えなくなってしまうすなわち米国債が皆に買ってもらえなくなるということでいたずらにドル安にするわけにもいかないというところでまあ 短期的、中期的、長期的にですね、為替戦略、それから、えー、まあ、財政政策のですね戦略をアメリカは一体どう考えているのか、選挙絡みもあってですね、まあ、ここがまあ,あのまあ一番分析のし、えー、すべきところかなというふうに思っております。まあ、これアメリカが一番苦境に立ってて、それがですね、まあ、特に米国債それから米ドルというものを通じて世界経済を揺さぶっていくという中において、日本ものマーケットもですね、全くまあ、例外ではないというところで非常に大きな影響が出る点ですね。まあ、ですから為替マーケットに関しても一番 大きな問題はこのアメリカの連邦議会の中間選挙に向けたアメリカのオバマ政権がです、ね、一体短期、中期、長期で何を考えているのかというところをじっくり分析していくところだという,ふうに考えております。 今、後何に備ええてておくくべきかズバリ教えてください今の為替を中心に質問し上げてきました、でまあ、その裏側にはまあ株式マーケットの話があるんですが、えー、これらがいろいろやりましたけれども、結局何も動きませんでした、まあ、いわゆるそのチェスでいうところのスティールメイトという状態になった場合にです、ね、えー、一番これまで、えー、まあ近現代の資本主義の中で使われてきた手がです、ね、全部を戦争という手段によってまあチャラにするということだったんですね。これれでそれが意味あるのかと言いますと、えー 需要要をです、ねまあ、喚起すすするるそういうういい素があるわけでで戦争というのはですねもちろん人が亡くなること自体はですね大変痛ましいことですけれども現実の問題として世界,の世界史の中ではこれが繰り返されてきたわけです。ということになるとですね、まあ、11月の連邦議会中間選挙を控えてまもなくですねもうすでにあの実際には夏休みの前に有効な経済政策金融政策を発表しなければならなかったはずのオーバマ政権がですね結局何もできてないとなったときに最終的にですねこのスティールメート上 状態を打ち破るためにですね戦争という手段に出る可能性があると、これ、アメリカにとってです常、ねまあ、上等手段なんですけれども、一体どの地域で、ですねどのタイミングで起きるのか、それによってマーケットはですね、まあ、どうやって揺さぶられるのか、一般的にはですね株がまあ大暴落する可能性もありますし、商品価格が非常に上がるということがあるんですが、果たして本当にそうなのかという点も含めて、ですね複眼的な思考でですねしっかりと分析していく必要があるのかなと考えております。私どもとしてはです、ね 来週、ですねその一つの一つのというかですね歴史的な意味での大きな、まあ、潮目の週になる可能性が高いというふうに分析してきておりましてその詳細につきましては先ほど申し上げました通り本日9月10日にリリースしました「ダウンド教材週刊花卓協」で、まあ、じっくり分析をお届けしておりますのでぜひともですね一人でも多くの方々にご利用いただければと考えておりりまますありがとうございました次回も新鮮な分析をお届けいたします。 どうぞお楽しみに。